シクスト・ホアキン・レスカーのクラスは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手。ミルウォーキー・ブルワーズ時代1970年に、ミルウォーキー・ブルワーズと契約。1974年9月10日にメジャーデビュー。独特のクラウチングスタイルで、フルスイングする、打撃スタイルからメジャーでは1 1 2 2にあんだ、148本塁打を放った実力者だったが、 ピッツバーグパイレーツに在籍していた1986年は、夫人の病気の看病のためプレーしていなかった。1987年の開幕直後に、横浜対応ホエールズに入団し、来日。前年に、まずまずの活躍を見せたダグローマンを追い出してまで入団させたが、前年のブランクに加えて、メジャーでもたびたびトラブルを起こしていたことから、 獲得を疑問視する声も少なくなかった。5月10日の対読売ジャイアンツ戦で、水野勝人、斉藤正樹から1試合に本塁打を放つまでは、良かったものの、その後、22打席連続無安打の不振に陥り、5月末に時速1 4 0トルの速球が怖くなった。体力の限界といって、現役引退を表明し、退団。結果として、 前年のブランクを埋めることはできなかった。対談に際した球団に在籍する外国人選手から彼が日本でプレーできないことは最初から分かっていたワールドシリーズを頭痛で欠場する奴が日本でやれるわけがないといった声が聞かれ全くの期待外れに終わった。対応では背番号18をつけていた。デスカーの以降、 日本プロ野球で18番を着用した野手は2017年の岡大会まで現れなかった。なお、帰国したレスカーノに代わってシーズン途中に対応に入団したのがジム・アドゥチであった。ありがとうございます。